おはようございます。速稼塾の久保でございます。2020年、私もね、2019年の暮れにですね、子供が生まれまして、まだ1ヶ月2ヶ月ぐらいなんですけども、今からですね、子供の教育をどうするかって考えちゃいますよね。例えば保育園とか幼稚園とかね、小学校中学校っていうのは当然意識するんですけども、私が大きくね懸念を抱いているのは、この小学校や中学校、まあ、保育園も幼稚園もそうなんですけども、集団生活になれるってことは果たしてこれから有益なんだろうかってことなんですよ。個性の尊重ですとか、個々の自由の権利だとか、それから自分で考える、自分で解決する能力をやっぱり養っていかなくてはならないときに、学校に行ったらどういうふうなことが起きるかっていうと、みんなと同じようにやりましょう、学級委員の言うことを聞きましょう、リーダーの言う通りにやりましょうっていうふうにして、自分の思考がね、どん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 奪われていくわけなんですよね。もちろんそういうふうな集団生活をする中で学ぶことはあるでしょうし、まあ、人間関係とか友達っていうのも大事だと思います。ただ私の考えっていうのは、年代の違ったお付き合いがね、どのぐらいできるかってことなんですよ。例えば4歳とか5歳の子が50代とか60代の方と関わってる姿っていうのはとってもいいかなと思うんですよ。ただ一歩ね、外に出ると現実は逆です。50代の方が例えばね、小学生とか中学生の女の子に声をかけたら犯罪者なんですよ。でそんな冷たい社会に私は放り込んで、そういう常識を身につけさすべきかなというふうに思っちゃったりとか、じゃあ集団生活とか学校生活で学べるもので有効なものって皆さん何があったかってことなんですよ。自分の人生を振り返ってみると、それぞれ自分の人生を振り返ってみると、学校で得たものよりも学校で得られなかったものの方が大きいんではないかなっていうことを考えちゃったりするんですよね。まあこれはね、私の偏見かもしれませんけども、学校において学べるものは今すでになくなってしまって、すごくなくならないまでも小さいのかなと思うんですよ。それよりも大きな社会に出たりとか、 SNS をやったりとか、 YouTube を見ることによって新しい人に触れたり、新しい見識に触れる方の方がもしかしたら刺激が大きいのかなと思うんですよ。これは私の体験でもあるんですけども、 YouTube を始めた2013年以降と2013年以前とではまるで別の人間が生きているかのように人生が変わりました。皆様も思ってるんではないですかね。YouTube を通して見る世界と YouTube がなかった時の世界、どちらが自分に対して有益だったかってことを考えると、学校生活の中で YouTube ってのは当然ありませんでした。そこのクラスメートが全てでした。それでいかがだったでしょうかってことを考えるんですよ。今ね、学校付き合いの知り合いと何かね、深く付き合ってることがあるかなって言ったら、私はないんですよね。皆さんどうですかね。そうなると学校で得れるものって何だったのかなって思っちゃうわけなんですよ。まあこういうことをね、悩み続けるのももしかしたら進学とかね、それからいろんな進路を選ぶ上での一つの要素になるのかもしれませんね。ちょっと深刻に考えちゃいましたけども、まあでもね、いろいろ考えても私も地域の幼稚園とか、それから小学校とかに行かせるんでしょうね、きっとね。何事もない平凡な人生になっていくのかなと思います。その中でもね、家庭でできることはしっかりとやっていこうかと思います。それでは本日もよろしくお願いします。